どうも、公認会計士の加藤和弘です。今回のテーマは、監査法人2年目でやるべきことです。出ました大人気シリーズ。いや、ごめんなさい、嘘です。前回出した監査法人1年目でやるべきことは、そんなに再生回数伸びてません。でも再生回数の割に、いいねが多かったので、まあ有益だったのかなとは思っています。ちなみに、前回紹介したのは、1、質問しまくる。2、社外の人への電話になれる。3、フィードバックをもらう。4、同期と遊ぶ。5、チーム飲み会の幹事をやる。でした。ざっくり言うと、1年目のテーマは、監査法人の環境になれる。です。そして、2年目のテーマは、下地作りです。会計士へのスキルやテクニック、そして人間関係の下地作りです。今回もやるべきこと5つ紹介します。それでは早速行ってみましょう。監査法人2年目でやるべきこと1つ目、後輩指導です。手続きの意味を教えたり、なぜ必要なのかを説明したりです。これはもう死んでもやってほしい。できれば加藤の動画を見せながらやってほしい。まあ、というのは冗談ですけど、後輩指導は本当に大事です。なぜかというと、教える側が最大の学びになるからです。有名な精神科医である樺沢紫苑さんの学びを結果に変えるアウトプット大全にはこう書かれてます。多くの人はインプット過剰、アウトプット不足に陥っており、それこそが勉強しているのに成長しない最大の原因とも言えます。インプットとアウトプットの黄金比は3対7。そう、インプットとアウトプットの黄金比は3対7なのです。だから教科書だけ読んでも頭に入らないのです。アウトプットしなければいけません。その点、後輩指導はアウトプットです。なんでこういう手続きをするのか、どういう意味があるのか、これらを後輩に分かりやすく伝えなきゃいけません。さらに、教える側はいい加減なことは教えられません。だから調べて勉強しなければいけない。これは最高のインプットアウトプットです。そして後輩指導にはもう一つ大切な要素があります。それは説明の練習になるということです。会計士であるあなたは引退するまで一生やり続けることがあります。それは小難しい話を分かりやすく説明するという作業です。もうこの作業は一生やります。専門家である以上逃れられません。というか専門家の価値はここにあります。だからこそ小難しい話を分かりやすく伝える練習は必須です。とすれば後輩指導は圧倒的にいい練習の場になります。後輩に教えるのでそこまで気を使わなくてもいいですし、伝わらなければ試行錯誤することもできます。自分自身の知識のアップデート、そして説明力を高めるためにもぜひ後輩指導をしてください。まあ、あとはシンプルに後輩を育ててあげてください。自分が1年目にたくさん教わったのならなおさらです。還元してあげてください。監査法人2年目でやるべきこと2つ目、 Excel です。新人の頃は長所なぞるのに必死だったかもしれません。でもなんとなく分かってきたはずです。どういうのが効率的な Excel の使い方なのかっていうのが、サムイフスを使ったり VLOOKUP を使ったり、どうすれば素早く正確に集計できるか、このテクニックを本を読んで学んだり、実際に調書を作成する際に試してみたりしてください。最初は式を組むのに時間がかかるかもしれません。でもこれから先5年10年と Excel を触り続けることになります。そして Excel で効率化した時間がどんどん積み上がっていきます。効率化した分、他の新しいことにチャレンジできます。この成長のループに入るためにも Excel は最初の頃からマスターしておくべきなのです。監査法人2年目でやるべきこと3つ目、営業科目です。売上、売掛金、まあ、ちょっと難しいかもしれませんが、棚卸資産、このあたりをやりましょう。もし現預金とその他勘定ばかりやらされているのなら、営業科目やらせてくださいと言いましょう。なぜ営業科目をやった方がいいのか、それはビジネスを理解できるからです。公認会計士はいろいろな仕事に就くことができます。私は8年間監査をした後、現在 IPO のコンサルをしています。周りの先輩後輩も事業会社に行く人やファンドに行く人など様々います。でも絶対に使うのがビジネスを理解する力です。昇流がどうなってて、何がビジネス上のリスクで何が旨味なのか、この辺をパッと理解できる人が本当に強いです。逆にビジネス理解できてないと何言ってんねんってなります。窓外れな質問してたりします。だからこそ公認会計士である以上はビジネスを素早く理解することが大切です。で、その訓練として営業科目をやろうというわけです。最初はむずいと思います。でもだんだん分かってきます。ちなみにビジネスを理解することは正直ないです。経験が物を言う世界だと思います。強いて言うなら、分からないことを先輩にこっそりかつしっかり聞くことです。監査法人2年目でやるべきこと4つ目、課題を作り出すです。
これどういうことかというと、とにかく何かしらケチをつけろということです。例えばこの分析の仕方いけてないよなとか、会社の処理間違ってないとか、まあ、要は先輩に手続きどうだったって言われた時に異常なしですみたいな返事をするなということです。何かしら発見事項を挙げろということです。理由は2つあって、1つは自分の意見を言う練習になるということです。そしてもう1つは課題を見つけることがバリューにつながるということです。私もよく出張行った時に何か課題を見つけてこいって言われました。まあ、なぜ課題を見つけてこいって言われるかっていうと、会社側も課題が見つかることを期待しているからです。何もない方がハッピーやんって思うかもしれません。でも会社はこの人たち本当に見たのかな、わざわざ資料を提出した意味あったのかなって思うんですよ。いや不思議ですよね。人間はフィードバックをもらいたがる生き物なのです。まあ監査だけでなくコンサルをやる上でもこの課題を見つけるというのはとても重要です。課題を見つけることで次のコンサルの受注につながるからです。ただもちろん闇雲に課題見つけて会社を煽って次の受注につなげるっていうのは、まあ、イケてるコンサルとは言えません。何が響く課題かを把握するためにも早いうちから課題を見つける練習をしてください。監査法人2年目でやるべきこと5つ目、先輩に可愛がられるようにするです。これ言うと媚びへつらったりごまつったりを想像するかもしれません。でも私はそういうのはお勧めしません。むしろ先輩にツッコミを入れてください。先輩はねボケたがるんですよ。先輩のボケを生かすも殺すもあなた次第なので、ツッコんで周りを盛り上げてください。そうすれば一気に仲良くなれます。まああとは口頭的かもしれませんが、先輩をいじるのもありです。ただ距離感間違えると爆死するので気をつけてください。まあでもそうやって可愛がられるようになると、いろいろなとこにお呼ばれされます。飲み会だったり仕事だったり、実際に大きいクライアントのチームに引っ張られていった人を見てきました。まあ別に出世のために先輩に可愛がられるようにしろということではありません。お声がかけられるような人になれということです。お声がかかるというのは期待をされている、注目されているということです。お声がかかればそこでまた人間関係が広がっていくのです。そしてまたお声がかかる、つまり監査法人にいても監査法人を卒業しても活躍する人はそういうお声がかかる人なのです。以上、監査法人2年目でやるべきことでした。いかがでしたでしょうか。役に立ったよという方はいいね、チャンネル登録もお願いします。ご意見ご感想ぜひコメント欄でお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。